はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら N1 の中古車です。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダ N1 ということで、こちら中古車になりますね。70万円で販売しております。消費税込みでグレードは G ですね。初年度登録は平成27年の5月。車検付きで、走行距離がね、なんと3400キロしか走っておりません。まあこちらもね、ホンダカーズさんの厳選中古車ということで信頼のおける中古車になりますね。いや、改めてね、 N1 見るとやっぱ可愛いですよね。ちょっとね、なんかタヌキのようなデザインで、いや、この間ね、モーターショーでホンダ E っていうのね、ありましたけど、あのデザインに似てますよね。ちょっとライトつけてみました。なんかここにギザギザのデザインが入ってますね。ライトつけるとこんな感じ。ウインカーはね、すぐ目の下にあるんですね。この丸いデザインの中にね、全て集約されてるという感じですね。横から見たらこんな感じです。ウインカーはね、小さく豆球が、光る程度ですね。後ろから見たらこんな感じです。後ろもね、シンプルですよね。テールランプもね、くすみもなく綺麗な状態ですね。ちょっとタイヤの方を見ていきましょうね。タイヤは、まあちょっとそれなりのちょっと使用感が否めないんですけども、鉄沈ですね。まあ下回りも特に大きいね、傷は見当たりませんね。どっか傷あるかな。意外とないよな。意外と。左側のね、ホイールキャップがちょっと擦っちゃってますけど、まあ運転席のこの辺の多少傷がね、傷というかね、これカバンとかで擦ったような、磨いたらなんか取れそうな細かい傷は見当たります。まあそれぐらいですかね。あ、ここちょっとタッチアップしてるな。この辺ちょっと擦ってます。おう、あ、中は綺麗そう。トランクの使用感は、あ、広い。そんなにね、なんかハードには使ってない感じの、トランクの印象ですね。はい、では、お邪魔しますと。内装の方はね、こんな感じです。いや、すごいね、なんかベージュ感満載。このシートね、ベンチシートっぽい感じになってますね。こう、千鳥柄の布のシートに、こう、アームレストが出てきますね。うん、ちょっと割かし平べったいシートですね。まあ、これの利点はね、この横移動が、結構簡単にできるということで、足元もね、広々してるんですよね。まあ、マットはね、それなりに汚れてますね。ちょっとエンジンかけさせてもらいます。タコメーター完備。イーコンモードもあって、燃費も稼げそう。ちなみにイーコンボタンのボタンはここにあります。右下ね。まあ、ハンドルは、まあ、このグレードだと、やっぱこうなっちゃうんですね。まあ、ごく一般的なハンドルということですね。全体的にね、やはりプラスチックでの構成にはなるんですが、この茶色とね、ベージュのツートンカラーで、すごいね、なんか落ち着いた感、なんか家のね、リビングのような感じがしますね。なんかすごい親しみやすいデザインです。で、これね、ナビがね、ないんですよね。ラジオとこれ CD かな、がついております。まあ家の近所ね、乗るぐらいだったらこれで十分かなと思いますよね。まあ車検付きで走行距離が3400キロということで、まあ70万ですよね。まあ今すぐ車乗りたいという方にはこれおすすめかな。なんかエアコンもね、これイオンのいいやつがついてますね。あ、これハンドルも、ほら、調整できます。いや、N1 ってね、結構ね、実は走りもいいんですよね。過去にね、私試乗した動画、貼っております。この i ボタンを押してみてくださいね。いや、乗っててね、楽しい車だと思います。お邪魔します。あ、後ろ綺麗。
うん、あの普通に普通に乗れます。いやでもこのベージュの室内がすごいね明るく見えますね。後部座席はほとんどこれ乗ってなかったんじゃないですかね。綺麗な状態ですね。後部座席にはドリンクホルダーがない感じかな。ない感じね。あるわ、ここにあるわ。ここ。あ、大きめのスピーカーついてます。いや、足元がね、結構フラットで、意外とこう広々してるんですよね、足元。ちょっとシートアレンジしてみますね。後部座席倒すとこんな感じですね。あの結構フラットになってすごいなと思いました。あのそれなりにね大きい荷物は詰めそうですね。段差がねほとんどないですね。ここになんかペラッとした板がついとるけど、あほら両方とも開けるとこんなに広いスペースが、確保できます。いや人気のね N1 が、70万で買えるということで、まあこれもね結構おすすめじゃないかなと思います。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで N1 の中古車でした。じゃあね、バーイシュー。